グレート公式 YouTube チャンネル、今回はグレート実験マッチの模様をお送りいたします。まずはグレート実験マッチとは、伊藤貴則、渡辺相馬が UWF ルール、そして通常のプロレスルールで様々なプロレス界の強者たちと試合をし、成長していくための舞台であります。その模様を皆様にもお楽しみいただけたらなという旨になっております。今回実況担当します、私村田春夫です。よろしくお願いいたします。そして解説はグレートのエグゼクティブディレクター田村清さんでお伝えしていきます。田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ、グレートというものが始動して、はい、田村さんもやっと考えてきた、イメージしてきたものが徐々にリング上で形となって現れてきたと思うんですが、今回の実験マッチというのは、その田村さんの発案ということでよろしいでしょうか。はい、そうですね、はい。その渡辺選手、そして伊藤選手の2人の成長を促すための、チャレンジマッチといいますか、彼らっていうか、そのグレード所属の若手2人、伊藤選手、相馬選手の、その要は場数を踏んでもらいたいなっていうことがあったので、その流れでの発想になります。グレートバージョンゼロの方では、伊藤選手は UWF ルール、はい、相馬選手はプロレスルールということだったんですが、はい、このグレートではその両選手に両ルールにもう乗っ取ったその戦いをしてもらいたいという将来のイメージがあるわけですよね。はいはいはい、どちらも戦えるプロレスラーを田村さんとしては作っていく、理想はそうですね、理想はそうなんですけど、やっぱり選手個々にもこう いい面っていうか特徴があるので、その相馬とかはどちらかというとその UW スタイルを経験しながら、多分彼はプロレス、準プロの方が向いてるような気がするので、でも経験としてそういう U の格闘プロレスっていうのは経験としては、彼のそのプロレスラーとしての今後には何か役に立つかなと思いますので、はい、はい、ありがとうございます。この実験リーグは、渡辺選手、そして伊藤選手、いわゆる有形の選手や準プロレスの強豪、さまざまな相手がですね、これから彼らの前に現れると思います。それを皆さんぜひ楽しみにしてください。それではファーストマッチとなる今回の対戦ガードをご紹介いたします。UWF ルールシングルマッチ、30分一本勝負、渡辺相馬対永井光也。さあ、来ました、いきなり永井選手ですよ、田村さん。そうですね、もうなんて言ったらいいんですか、格闘技、有形プロレス、エトセトラ、もう本当にさまざまなスタイルをそのキャリアの中で経験されている選手ですよね。はい、強敵ですね。いや、強敵ですね、はい。ただ僕の永井選手のデータっていうのは、昔リングスっていう団体で5年6年ぐらいかな、一緒に、リングスジャパンとしての一員としていたので、その5年間しかそのデータが僕は頭にないので、ただその UWF のスタイルでいうと、永井選手自体ももう格闘技のセンスもありますし、打撃もセンスありますから、これすごく楽しみな試合ですね。そうです、はい。そして渡辺選手は 10.15 のグレートバージョンゼロ、後楽園ホール大会ではプロレスルールでの試合、今回皆様の前では初めての UWF ルールの試合となります。渡辺選手は田村さんもね、グレートバージョンゼロの後楽園ホール、いわゆる試合開始前に、はいはい、リング上でずっとスパーリングで稽古をされていました。はいはいはい、はい、彼のその UWF スタイルの適応力というのはどうなんでしょう。正直言ってまだまだですね。要するに格闘プロレスっていうのは格闘技技術を用いるので、だからまだその格闘技の技術を一つ、例えば技を習得するにも、もう本当半年とか1年間とかが打ち込みの繰り返しが必要なので、まだまだその練習し始めて 3,4 ヶ月ぐらいなので、まだまだ何
ところはあるんですけど、まあこういう今回の実験マッチというか試合をしながら成長していってもらえたらなっていうふうに思います。わかりました。さあお待たせいたしました。いよいよグレート実験マッチが始まります。UWF 公式ルール、試合時間は30分、一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、KO、レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、TKO、セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト、ファイブロストポイント制。競技者の持ち点は5ポイント。時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる。ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。ロープエスケープは選手の自己意志によりロープをつかむ、手首、足首をロープ外へ出した場合に認められる。その際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱、脊髄への攻撃、ヒールホールド、スタンド、グラウンド状態での肘打ち、拳による顔面への攻撃、4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー、注意、減点1、レッド、減点1、失格。選手のダメージ、レフェリーの裁量により判断。永井光也がリングインしてまいりました。スイッチが入る渡辺壮馬、緊張のお持ちです。裁くレフェリーは和田良学レフェリーです。さあ田村さん、はい、この UWF、 いわゆるロストポイント制になってますよね。そうですね、5つのロストポイントですね。だからダウンしてマイナス1、関節決まってロープエスケープでマイナス1という感じですね。まあ、それ以外にも細かいね、まあ、ルール違反とかで、まあ、カードが出たりもしますけども、はいはい、まあ、シンプルにエスケープ1、ダウン1とご覧になる方は見ていただければ、はい、そう、分かりやすいと思います。はい、結構まあ2人がね、初対戦っていうこともあって、はい、まあ、結構選手の心理としてはどういう選手なんだってお互いがデータがないので、うん、多分おそらく今向かい合ってますけど、多少のちょっと緊張感はあると思います。まあ、その点永井選手の方は長いキャリアの中で、はい、日本人選手ももちろんそうですが、はい、外国人選手で、はい、どんな技術を持っているのか、うん、どんなスタイルなのかも分からないようなファイターと戦っている経験はありますよね。うん、そうですね、うん、まあ、特にリングス時代はもう本当外人選手も技術もあって、しかも体力もあって体もでかいっていう選手と結構まあ永井選手も経験してるので、はい、まあ胸を貸すという形になるのか、いずれにせよ渡辺壮馬にしてみれば思いっきりその永井光也の懐に入っていきたいところでしょう。さあグラウンドに先に持ち込んでいったのは、裏膝十字ですね。膝十字が痛いですね。そこからアキレス腱が止め、グレートバージョンゼロではこの技でプロレスリングの剣王にギブアップ負けを喫しています。おお、切り返してますね。うん、そうですね、こういったその UWF スタイルになってますと、まあ、足関節の取り合いとかで、はい、まあ、こういったアキレスの取り合いだったり、はい、膝の取り合いだったりっていうのをしていきますけども、はい、この技術は渡辺選手どうなんでしょう。いや、まだまだですね。今永井選手アキレス腱がダメだ、プレスヒールホールドに移行したんですけど、はい、まあ、この技の技術の幅でいうとまだまだ全然足元には及ばないと思いますね、永井選手。
で今ローポイスケープ1なので、はい、マイナス1で4ですね、5対4という。簡単にロストポイントを奪っていきました。まあ、こうやって見ても体格差もありますよね。そうですね。お、ローキックの蹴り足を掴んで、さあここです、ここからの技術ですね。まあ、今渡辺選手小手から一気に、まあ、パスガードしようとしたんでしょうか。パスガードは狙ってないですね。腕取られてしまいました。あそこから今渡辺聡真選手が何を狙おうとしたのかっていうのはちょっと見たかったですけどね。そうですね、まあ張って張ってこう相手を挑発したかったんだとは思うんですけども。挑発ですか。はい、まあ、本来ならもう少しゴングが鳴って向かい合って、はい、その間を取りながら打撃の攻防などをもう少し見れたらなと思うんですけど、うん、おお、これもシンプルなネックロックですね。そうですね、まあ、体の大きい永井選手ならでは、これ結構きついです。今前腕で、右肘の前腕で永井選手方向に攻めてますね。でそれを腕十字に取ろうとしていますが、はい、まだ全然浅いですね。そして今膝固めのようにも見えますが、そうですね、膝を決まってますね、はい、ああこれは厳しい膝固めですね。エスケープです。これで渡辺聡真2つ目のロストポイントになります。いやー、まあここまで見る限りは永井選手さすが余裕すら感じられます。そうですね、もっと言ってほしいですね、その聡真選手。あ、聡真選手が、はい、もっといける技術を持ってるはずだという渡辺さん。いや、技術はないんですけど、はい、やっぱり気持ちが前に出てないと、はい、あ、今左ジャブ入りました、ね、あ、今そうですね、これダウン取ってもいいかもしれないですね、はい、一瞬クラッときたか永井律也。さあそこから渡辺聡真、うん、ギロチンチョーク。何気に永井選手結構今ダウン手前のような感じ効いてますね。先ほど左ジャブが、そう、そう、間の放った左ジャブが、はい、永井選手に締めればうまくちょっとごまかしたということになるんでしょうか。しかし首を取られて、これ首で頸動脈が入ると ね、うん、なるほどね、一発持ってかれますんで、はい、抜いていきました。サイドポジション狙っているのか永井律也。おお、腕取りましたかね。そうですね、ちょっとこの角度では見えなかった、まあ腕ですね、はい、ああなるほどね、はい、さあ、すでに長いミスや、うん、重いミドルキックです。ああ、これも入っている脇腹、そして組みついていく。さあ、ここで何をするか、何を見せるか。確かに田村さんのおっしゃる通り、技術的には今の永井選手には到底追いつけない。はい、全く早かったね。やっぱり気迫を全面に出てほしいから、うまいですね、永井選手のテイクダウンは。まあ、肩が当たって、あ、腕絡み。V版アームロック。ああ、これも危ないですよ。決まってますね、はい、今。ちょっとロープも遠い。グラウンドに持ち込まれると決められ決められポイントを失っていく渡辺聡真。ここは足かかりましたかね。はい、スケープブレイクですね。スケープがかかりました。しかしもうあっという間です。あと1ポイントですよ。まだあと1ですか。はい、早いな。永井選手はまだロストポイントを奪われていません。でもちょっと顔を気にしてるってなりますが、さっきのジャブ、そうですね、この瞬間、さあラッシュに行った、ここでオスバットバックに回る、バックドロップ、バックスープレックスを見せました。あ、ダウンも取りましたね。ダウンですね。今のバックドロップもそうですが、やっぱり蓄積されたダメージというのがあるんでしょうかね。そうですね、開始早々と3分ぐらい経ってて、左ジャブが入ってから、はい、まあ、そこを気にしてますよね、永井選手は。あ、永井選手、あ、これは得意技の、首切り腕まんじ。あ、これはすごい、あ、これすごい。ここで決着です。ああ、
すごいですね。一気に決めましたね。あれはリングス時代ですと、あのボルグハンが使っていたサブミッションですね。ちょっとこれわかんない、オリジナルなんですかね、最後、うん、長い選手グランドに引き込んでいきましたね、はい、いやでもワンダウン奪われてからもう妥当でしたね。妥当ですね、はい。いやでもまあそうですね、全然やっぱり力の差はありますね、はい。もう本当相馬選手もこの負けをですね、こういうスタイルで生かすためにやっぱ自分が何を練習すればいいのかっていうのを自分で自覚してほしいですね。まだまだこれもう、はい、僕から見るとまだまだ全然なんていうんですかね、デビュー戦にもなってないような試合なんで、うんうん、まああと半年1年ぐらいちょっと精進してもらって、まあ、1年後の相馬選手の戦いをちょっと楽しみにしたいですね。でその戦いを見ていただいてファンの方は改めて今日のこの長い戦を見てここまで強くなったんだっていうのをですね、なんか再確認できる未来があればいいなと思います。渡辺相馬ほろ苦い実験マッチファーストマッチでした。さあグレート実験マッチのファーストが終了いたしました。まあ、田村さんにはですね、はい、まあ、渡辺相馬選手のこれからというものをちょっと語っていただいたんですが、はい、まあ、見る側にしてみればそのこれからに必要なのはそれこそ田村さんなのではないかと。いやあのね、正直言うと僕じゃないんですよ、ね、そうなんですか、はい、これからその U ファイターとしてのその技術を伝承するとか、はい、そういうのをちょっと期待しちゃったんですけども、そういうことではない。そうですね、もともとね、本来格闘技っていうのはこう試合して負けて悔しがって、でまた試合して悔しがって、こう自分で何かいろいろ吸収したり勝ち取っていかなきゃいけないので、だから僕がこう教えるっていうより相馬選手がどうこの負けをどう感じてるかなので、うん、だからあまり僕そうですね、まあまあそこが相馬選手が半年なり1年間なり今回の負け、その U スタイル、UWF のスタイルの負けをどう捉えてるのかがすごく興味があるんで、悔しかったら練習、うん、勝手にすると思うんで、そうですね、僕がどうこう言うわけでも、あくまでただ僕はきっかけは与えてあげたいなとは。じゃあ仮に例えばこういうテクニック、はい、ちょっとわからないんですがとか、はいはい、こういう新しい動きをしてみたいんですがって時にそれに対する準備は田村さんとしては、ああそう、全然大丈夫ですね、はい、ただまあもうちょっと永井選手も、優しい面がすごく出ましたね今日の試合、優しさが、はい、だもっともっとガンガンいっても、だ永井選手も若い時にもう潰されるほど試合を経験してると思うんで、すごく、ああ優しい試合をしてるなっていうふうに、まあ、優しい試合なのかちょっと様子を見てたのか分かんないですけど、もう潰す感じでどんどん来て、相馬選手に対して潰す気で来てもらってもよかったかなっていうふうには思いますね。確かに田村さんがおっしゃったように、田村さんと永井選手はね、そのリングスで共に戦った間柄ということで、はい、まあ、私もファン時代リングスはその時代熱く見させていただきました。ああそうですか、はい、なのでちょっとその時代がこのグレートで、まあ、少しリンクするのかなと思うと、これから楽しみなので永井選手のね、また参戦期待したいですね。そうですね、ぜひ参戦してもらいたいですね。はい、さあいかがだったでしょうか。それではですね、ここで次回公開されますグレート実験マッチの対戦カードをご紹介いたします。グレートシングルマッチ30分一本勝負、伊藤隆典対吉江豊。グレート初登場、吉江豊選手となります伊藤選手は久しぶりのプロレスルールでの試合になります。一体どんな戦いが待っているのでしょうか。皆さん次回のグレート実験マッチを楽しみにお待ちください。今回解説には田村清さんにお越しいただきました。田村さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。解説田村清、実況村田ハローでお送りいたしました。それではごきげんよう、さようなら。